ハニューる、プロ転校の理由、本番前の、誘惑とは、罪悪感がすごい。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。モデルプレス、2023年5月3日、フィギュアスケーターのハニューるが、2日放送のテレビ朝日系、テ子の部屋、48年目突入 SP、夜7時から8時54分に出演。 プロ転向の理由と本番前の誘惑を明かした。波ユズル、本番2ヶ月前のジンクスとは4歳でフィギュアスケートを始め、当時の校長1回見本見せただけで体現できる天才。別次元と驚かせたという逸話があるハブ。この日はスーツで登場したが、スタジオで2回転ジャンプを披露し、スタジオを盛り上げた。 プロスケーターとして活躍する今も選手時代と変わらぬ身のこなしのスタイルを見せるハブを黒柳哲子はなんと言っても見場がいいとその端正な顔立ちも含め絶賛。大好物は餃子と庶民的な一面を覗かせつつ、お菓子も自分が本番の2ヶ月前とかはジンクスじゃないですけど、お菓子食べないって決めて戦ってますねとストイックな一面も見せた。しかしすぐに頑張るんですけど、 誘惑に負けてお菓子食べちゃうのもまあ、ありますとお茶目ににっこり。プリンも好きだというハブだが、黒柳から、滑る前なんかにどうとすかさず尋ねられると、絶対ダメですね。と答えた。その後、スタジオに登場したおすすめのプリンを試食する機会に恵まれながらも、罪悪感がすごい。自分の中で、ああプリン食べちゃったなって思いながら、1ヶ月間過ごそうかなって思いますと意外なコメントを口にした。羽生 東京ドーム公演は大変でした。プロ転校した後のハブは自身のコンディションについてまだまだ全然戦えるなと思ったと告白。点数のために、勝敗のためにやってきたと選手時代のフィギュアスケートの向き合い方を振り返った。ハブはジャンプだけじゃなくていろんなところで表現してみたりとか。 そういったことを突き詰めるには、プロに転校するのが大事なんじゃないかなって思って転校させていただきましたと転校した理由を説明。また、プロ転校後に開催した東京ドームでの単独公演、イヤーラハニーアイスストーリー2023、ギフトについては、やりきれたといい、一人で滑るからこそ飽きられたくないというか、いろんなものを感じていただきたいのもあって、いろんなジャンルをやらなきゃいけなかった。それは大変でしたと語っていた。 モデルプレス編集部。情報、テレビ朝日。ノットスポンサード、記事、モデルプレス。羽生譲るプロフィール、宮城県出身。2014年ソチゴリンに出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年平正オリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という異業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。 ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。